ぱり実践は違うな。俺様には楽勝や。そういうセリフは自分の姿を見てくれるものだ。え？ああ、泥だらけ。俺の服が。だから世の中甘くないと言ったのだ。運命の出会いがあるといいね。ちょっと息子のところへ寄っていきたいんだが、いいかな？確かこの村に住んでいるんだっけ。たまには顔を出してやらんとな。なあ、俺ら親父の息子がに会うのって初めてやな。そういえばそうだね。やっぱし兄貴とか呼ばなあかんのかな。普通でいいと思うよ。本当によく来てくださいました。主人もすぐに戻ってきますから、ゆっくりしていってください。オートへ向かう途中なんでな、顔だけでも見ていこうと思って。カリンは元気か？ええ、お父様に見せてあげるんだって一生懸命おめかししてますわ。そうか、それは楽しみだ。ラルフ君とレオン君も遠慮なんかしないでゆっくりしていってね。は、はい。カリンか、大きくなったな。うん、この服新しく作ってもらったんだよ。そうかそうか、よく似合っとるよ。わーい。ねえねえ、かわいい？かわいい？ああ、めっちゃべっぴんやで。可愛いってことだよ。わーい、ありがとう。ママ、カリン可愛いって。よかったわね。じゃあパパを呼んできてくれる？最近魔法を習い出したと聞いたが。ええ、どうせすぐ飽きるだろうと思ってたんですけど、先生が言うには筋がいいって。そうか、それもいいかもな。できればこのまま平和が続いてくれて、魔法なんて必要がなくなってくれた方がいいんですけどね。そうなるさ。我々はこれからそれを見届けに行くのだから。父さんとはたまにしか会えないんだから、ゆっくりしていけばいいのに。そうもいかなくてな。帰るときにまた寄るさ。魔物が少なければこの子を連れて一緒に行けるんですけどね。ではそろそろ行くよ。カリン、帰ってきたら都の話をたっぷりしてやるからな。いい子にして待ってるんだぞ。しまいましたね。無事にオートまで行けるといいんだが。あら、お父様でしたら野生の魔物くらい大丈夫でしょ。いや、父さんって方向音痴だから。ここはどこなんだろう。親父、ほんまにバースへ行く道はこれで間違いないんかいな。すでに道じゃないよ。
すまん。どうやら道に迷ったらしい。だからもうすでに道がないっちゅうに。あ、ほら、そこに道が見えるよ。おお、手がしたるよ。ん？何やら向こうの方が騒がしいな。派手な場所なんや。えらい勢いで走っていきよったな。暴走していたように見えたけど。あれを、いかん、追うぞ。すごい音がしたけど、落ちたんとちゃうか。なんてことだ。ファム王女。王女？さっきの王族か。あ、父さん、ナルフ、あれ。ファム王女、マーシア殿。ブライアン様、ファム様、彼らは味方です。騎士、ブライアンでございます。王女様がまだ赤子だった頃のことゆえ覚えておられないのも無理ございませんが。お久しぶりですね。ブライアン様がお城を辞されてから何年経ったのかしら。昔話をしている場合ではありませんぞ。マーシャドル、ここは我々が何とかしますから、急いで城に助けを呼びに行ってくだされ。でもそれでは王女様が。マーシア、騎士様の言う通りです。今城に助けを呼びに行けるのはあなただけ。彼らがいればしばらくは耐えられるわ。だから早く。わかりました。何者？姿を現しなさい。お初にお目にかかります、王女で。私の名は TT。 私をバース国王の娘、ファムド・バーシニアと知っての狼藉か。いかにも。ですが、あなたのお父上から身代金をいただければ危害は一切加えないことをお約束いたしましょう。そうね、あなたがおとなしくお縄にかかるならズタボロに叩きのめしてあげるのだけは勘弁してあげるわ。ああ、あなたのような人からそのような乱暴な言葉を聞くとは悲しい。だが気の強い女性もまた美しい。そう、私がかつて愛したあの人。なんだろう、あの人。さあ、ただのアホとちゃうか。カボチャやナスビが騒がしい。誰がカボチャやね。僕がナスビ。城下一のおてんば娘の噂は聞いてます。とはいえ、その美しい肌に傷がつくのを見るのは忍びない。どうかおとなしく私のもとで羽を休めてはいただけません。いやー、めっちゃ苛立ってきた。ファム王女、我々の後ろに。心配は無用です。この程度の敵なら。これで十分。やれやれ、王女様には少し教育が必要なようだ。お前たち、王女様には傷をつけるなよ。他の野菜どもはディナーの具にしてしまえ。ナルフ、夕食に招待してくれるんだって。お
お前どない聞いたらそうなるんや。漫才をしている場合ではないぞ。今は王女を守ることに集中するんだ。王族を助けるっちゅうのが気に入らんのやけどな。あいつはもっとムカつくし、一丁派手にやったろうか、レオン。もちろんさ。
るじゃないですか。少し甘く見ていたようですね。今一度聞くわ。おとなしくお縄にかかるなんて、それともまだ抵抗する？あなたのような方に捕まるのなら光栄の極みと言えましょう。私も女性の願いは叶えてあげたい。ですがピーマンやキュウリに負けたとあっては疑惑の貴公子と呼ばれた私の名がなく、ピーマンやて！キュウリ、この後に及んでまだ抵抗するつもりか？本気を出してあげましょう。教えて差し上げますよ。本当の力とはこういうものだということを。お助けが来よったみたいやで。ふん、哀れな野菜が一つや二つ増えたところで。え？どうした？先ほどは大軍装を履いていたよ。アビー様！こいつはまずい。野菜の剣の際、味わってみるか。差し支えなければ配下の者を行かせます。いえ、あの高さでは生きてはいないでしょう。それよりも助けていただいてありがとうございました。何、大したことをしたわけではありませんし、むしろ活躍されたのはそちらの方々。そうでしょう。本当に助かりました。改めてお礼を述べさせて。俺には礼はええで。別に助けとうて助けたわけやないんや。ラルフ、申し訳ありませぬ。礼儀というものを知らぬゆえ、どうかお許し願いたい。気にしてはおりませんわ。それよりもここではお礼もできませんし、お城まで来ていただけますでしょうか。ありがとうございます。申し遅れましたが、私は昔お城で騎士として仕えさせていただきました、ブライアンと申します。そうでしたか。騎士様とは知らず先ほどは失礼いたしました。昔のことですから無理でございません。お気になさらないでください。そちらのお二人はご子息ですか？先の大戦で両親を亡くしまして、以来私が引き取って育ててまいりました。そちらがラルフ、後ろのがレオンと申します。では皆様を私のお客様として招待させていただきますので、後ほど。いらっしゃいませ。ここもしばらく見ないうちに随分と変わったな。昔はこんな店もなかった。この城に住んでらしたんですか？もう15年以上も前のことだ。さて何が買えるのかな？はい、いろいろと取り揃えておりますので、ゆっくり見ていってくださいね。Thank you.
さて、そろそろ戻るとするか。あいつらも退屈しておるだろう。ありがとうございました。ないね。そうやな、親父もどっかに行ってしまうたまま帰ってけえへんし。昔ここで騎士をしていた頃の知り合いに挨拶に行ってくるって。こないな連中に囲まれて暮らすんか。騎士にだけはなるもんやないな。昔は親父を見て結構憧れてたもんやけど。ラルフの王族嫌いは筋金入りだね。当たり前や。だいたい王族や貴族っちゅうんは自分の私腹を肥やすことしか考えてへんからな。すべての王族や貴族は金のことばかり考えているわけではないぞ。少なくともこの国の王は自分の民のことを第一に考えている。別に俺はアビーさんがそないな人とは思ってまへんよって。謝ることはない。自分の利益にしか興味のない輩が多いのも確かだし、他にそういった者たちを容認するようになったらどうしようもないな。そうでっか。あの誰かお探しですか。うん、この国の王女を救った勇敢な少年たちと話がしたくてな。ねえ、いえ、そないなことはおまへん。なるほど。ではずっとブライアン殿に育てられてきたのか。ええ、両親がいなくて寂しいと思ったことは。ブライアン父さんがいましたから、ラルフもずっと一緒でしたし。小さい頃はよういじめられて泣いとったからな。いつも俺が仕返しに行っとったっけ。その話はやめてよ。そうか、結構幸せだったんだな。失礼いたします。もうそんな時間か。分かった、すぐに行く。どうやら戻らねばならないようだ。また話を聞きに来てもよいかな。はい。かっこいい。すごいね。なんでお前がここにおるんや。失礼ね、ここは私の城よ。びっくりした。でも本当に王女様がどうしてここに。その前に、その王女様ってのをやめてくれる。公式の場でない限りはファムでいいわよ。はあ、なんや、さっきとえらい雰囲気が違うとちゃうか。ほっといてよ、さっきはアビー様がいたからああしてただけ。ははーん、猫をかぶってたっちゅうわけやな。うるさいわね、あんたみたいな野蛮人に言われたくないわよ。だいたいさっきから聞いてれば何よ、おかしな喋り方しちゃってさ。なんやでこの甘。これはうちに昔から伝わってる由緒正しい神聖語や。何も知らんくせに偉そうに言うな。もう一国の王女に対してなんて口の利き方するのよ。都合のええ時だけ王女に戻ってるんやないわい。まあまあ二人とも。うるさいわい。
わ。でも本当すごい人でしょ。アビー様だけじゃないわ。トゥルクってすごい人たちばかりよ。そういえば一緒に助けに来てくれた人もすごかったよね。そやそや、あんな魔法初めて見たね。あの人がカイザー様よ。トゥルクの軍は彼のおかげで小さいながらも侮れないものになってるのよ。配下の四天堂って人たちがまたすごいらしくて。あと今は北のヨークに行ってるらしいんだけど、ヘリオス様って人がいて、このエントリー比で一番の賢者って噂。しかも彼がまた超美形なの。こいつもしかしてガッツ映画なんとちゃうか。あんた今なんか変なこと考えなかった？は？何のことやら。あ、ねえねえ、さっき呼びに来た人は？あの人はさっき言った四天王の一人で、バルガって名前らしいわ。トゥルク軍の冷徹な参謀ってとこかしら。そう言われてみれば確かに陰険そうな顔しとったな。何が楽しいって生きてるんやら。たびたび失礼。王女殿下、アビー様が至急ご相談したいことがあると申されておりまして。大変ご相談ですが、執務室の方までおいでいただけますか。わかりました、すぐに参りますとお伝えください。し、心臓が止まるかと思った。一体何かしら。ごめんなさい、ちょっと行ってくるわ。忙しそうだね。そうやな。アビー様、ファムです。アビー様。違う、これは。貴様、アビー様に何をした。違う、私じゃない。貴様、よくもアビー様を殺したな。違う、私が来た時にはもう。アビー様の仇や、この場で切り捨ててしまえ。やめて。ん、貴様ら殿下に何を。こいつの仲間か。殿下から手を離せ。父さん、遅いね。ああ。探しに行こうか。そうやな。中庭か。確かここには非常時に使う抜け道があったはず。どうするのです。トゥルク兵を殺してしまうなんて。このままでは戦争になってしまうわ。今は御身の安全だけをお考えください。
俺変なところに出ちゃった。レオン、はよ展開。ここはどこだろう。俺が知るわけがないやろ。外に出てみれば。なんや、えらい騒ぎになっとるし。とにかく早く父さんを探そう。レオン、ラルフ、父さん。親父、一体何があったんや。詳しく話している暇はない。早くこっちに来て殿下をお守りするんだ。なんや、どえらいことになっとるようやな。とにかく早く助けに行かないと。マム様、マム様、マーシア、ここよ。マム様、よかった、今助けに行きますからね。